サイドまっすぐスライドボール球をうまく使ってライトへの打球は伸びていく入りました。里崎の今シーズン第9号のホームランが出ました。シューミンチェが許した今日のゲーム初めてのヒット。里崎の打球はそのままマリンズファンで埋まるライトスタンドに飛び込んでいきました。マリンズ1点返しました2対1。まあ、もう里崎がね一番得意とするバッティングですよね、はい、逆方向に、長打を打つ、もう本当に入団した時から、はい、素晴らしい右打ちを見せてました。そのまさにね、得意とするバッティングにしましたね。ロックスは5番、いえ6番のサブローです。当然サブロー待つと思うんですよ、はい、三遊間同点タイムリーになりました。細谷がホームに帰っています。サブローのタイムリーヒットで2対2同点。マリーンズはライオンズのエラーがきっかけでできたチャンスを中田博光アナウンサーからのリポートでしたが、センターへの打球クリアも下がる下がる入りました。菊浦に今シーズン第7号のソロホームランが出ました。7回の表マリンズが1点を勝ち越しました。3対2。松野さん、はい、打った瞬間はフェンスを越えるとまでは私は思わなかったんですが、少し上げてくれないですよね。ピッチャーの仕事抜けていった。セカンドランナーの里崎さんも回っている。バックホームはタッチできない。マリンズ1点追加しました4対2。2枚に代わって2番スタメン出場の細谷にファールフライ、ファーストゴロ、ライトフライとまだ快音聞かれていません。ライト上がっている。高々と上がった。ぐーっと伸びて入りました。大松にホームランが出ました。今シーズンの第14号。高々と上がった打球がライトスタンド、フェンスをギリギリで越えていきました。5対2。まあ、力がありますよね。最後はこれフォークですよね。ストライクから、まあ5試合で結局まあ12本の片道で再び3割を乗せて、ただ昨日3ボール2ストライクとフルカウント。右中間センターバック、センターバック見送って入った、ホームラン。2試合ぶりの今シーズンの第10号。2球で2アウトを取った平野でありますが、井口が右中間スタンド深いところ、第10号のホームランを放ちまして1点先制は千葉ロッテマリンズ。これはやっぱりこう井口選手のやっぱりこう引いてた部分といいますかね、まあ、あの高校の打球ってまたまだね、大関さん、その両チーム、はい、俗流この流れを掴んでない、はい、まだどっち引っ張った。当たりは1、2塁か。3塁ランナーがホームイン、まず同点になりました。セカンドランナーは打球を見てからのスタートになりましたから、これは3塁止まり、まだノーアウトです。敷いています。なのでダブルプレー体制ですね。引っ張った当たり、サードが取ってセカンドに、一塁に送ってダブルプレー。しかし三塁ランナーは生還、警察網に引っかかりましたけれども、これで勝ち越し3対2。さあ2エンド2、さあこれがセカンドの頭を越えてポトリ投じる。セカンドランナー3塁を回ります。サブローにタイムリーが出ました。内容的にはだけ勝ってるんですが、結果ヒットになりました4対2。振ってきますからね、はい、もう3つ三振してますからね、引っ張って三遊間
ナーホームイン。セカンドランナーも三塁を回ります。ホームイン、2点タイムリーが出ました。これで6対2。これは大きな2点が入りました。工藤は非常に悔しそう。ショートの右、セカンドランナー三塁を回る。ホームイン、小崎タイムリー、ダメ押しに近い7点目。おっと、サードの下、セカンドランナー3塁を回ります。さらに1点が入りました。記録はヒット。野球は変わったところに飛ぶとは言いますけれども、阿部のところ、そのグラブをかいくぐって記録はヒット入りまして、大量6点差。高いバウンド抜けていきました。セカンドランナー3塁を回ります。ホームイン、西岡にやっとヒットが出ました。この喜びよう。9対2。消化停止っていうか、ちょっとお休みしてますね。お休みしてる場合ですよね、場所ですよね。だからそういう考えると、これもいい当たりだ。レフト前に落ちた。浦は三塁を回っている。ロッテ1点先取しました。好調なロッテ打線。行ったりとか間にポテンと落ちるヒットのが嫌だと思うんですよ。体勢サインポジション合わせた。レフト前、三塁ランナーホームイン。追加点の2点目。ボールが先行しただけに、どうしてもコースに来ました。本来のストレートではないですよね。やっぱり置きに行ったような、はい、うまく攻めないと大量点が入ってしまうというね。これはいけない、取れない。ホームイン3点目。ランナーはそれぞれ進塁しました。ピッチャーの大沼のワイルドピッチです。7球目置きに来ました。センター前。4点目、5点目、千葉ロッテ5点。連打で点を取りました。5対0。はい、まっすぐをうまくレフト前に持っていきました。今日は西岡3打点、1点返して9対6。綺麗なバッティングでした。そうですね、ちょっと嫌なバッターに打たれましたよね。